にゃーにゃーにゃーにゃにゃえほう、今こちらの方で猫の鳴き声がしませんでしたか？ああ、それならマリエルが。なんでもないです。そうでしょう、レイ。そうですよね。あ、おう、そうです。何も起きていません。私も猫を撫でるために鳴き真似をしながら近寄ろうとなどしていません。あ、おいおい。なるほど、おおよそのところは理解しました。マリエルさん、猫がお好きなんですね。はい、祖母が無類の猫好きで、家でもたくさん飼っていたんです。それで自分でも飼いたいと思ったんですけど、どうしても家を空けることが多くて。まあ宇宙を飛び回っているわけだからな、なかなか難しいよね。だから旅先で猫を見つけるとどうしても撫でたくなってしまって。猫、猫。なるほど。だったらマリエルさんは館長を目指してはいかがですか？え、どういうことですか？館長ともなれば自分の航中艦内において絶対的な権限を持ちます。例えば自分の居住スペースで猫を飼うことくらい容易なのではありませんか？そんな手が。艦長ですか。そうですよね。それくらいにならないと飼えませんよね。でも猫を飼うためなら頑張らなくては。連邦の長い歴史の中でそんな理由で艦長を目指した奴はいないだろうね。目的を持つというのはいいことですよ。